昭和18年5月21日、大本営は連合艦隊司令長官山本五十六大将の戦死を発表した。国民的英雄山本長官の死は衝撃となって日本列島を駆け抜けた。これを境に日本は敗北の坂を下っていくことになる。5月29日、アッツ島守備隊2638人が玉砕。7月には木塚島の守備隊が撤退した。元来日本は三国同盟を軸に長期不可敗体制を整え、ドイツ、イタリーがヨーロッパ戦線を制覇し、日本はアジア太平洋で勝利を収める戦略を立てていた。だが5月、ドイツ軍は北アフリカ戦線で敗れ、7月には東部戦線でソ連軍の反撃が開始された。そして9月8日、イタリーが全面降伏し、日本とドイツは窮地に追い込まれた。9月30日、政府は絶対国防圏を設定した。戦線を縮小し、連合軍の反攻に対して時間的距離的間合いを十分取り、この戦場の防御体制を充実させることを目的としていた。昭和16年10月、海軍省は島田海曹の名をもって海軍予備学生を募集した。28歳未満の大学高専卒業生で志願者のうちから合格者を採用する。身分は兵籍を海軍省に置き、正規の軍人ではなく予備員であった。東条内閣は南極を打開する策として昭和18年9月23日、全国の大学高等専門学校の学生に対する徴兵猶予令を停止。同時に徴兵年齢を1年引き下げるという非常手段を取って学徒の臨時徴収を決行したのである。10月21日、学徒出陣激励のための国民的大壮行会が行われた。各大学生はそれぞれの校旗を先頭に降りしきる雨の中を行進した。この年の12月、約9万人が陸軍に入隊したが、海軍に入隊した学徒兵は1万8000人足らずであった。アメリカは反撃に先立ち、2本の線で日本本土に迫る作戦を立てていた。太平洋南西の島津隊に北上し、フィリピンを目指すカートホイール作戦と、中部太平洋の島々を渡り台湾沖縄を結ぶ飛び石作戦の2つのルートであった。太平洋艦隊司令長官ニミッツは11月、まずギルバート諸島のマキン・タラワの両島の攻略、ガルバニック作戦に着手した。スプルーアンス中将の第5艦隊が空爆と激烈な艦砲射撃でタラワを攻撃。11月21日、1万8000の海兵第2師団が上陸。4日間にわたる激戦の末、守備隊は全滅した。一方、日本海軍は敵が上陸した21日、ルオット基地から宮前大尉の陸攻隊14機が発進。モンゴメリー少将の南部空母部隊に突入した。この攻撃で宮前大尉と第二中隊長秋山大尉は敵大型空母に魚雷を発射した後、自ら体当たりして自爆したのであった。3日間にわたる日本軍の波状攻撃で空母インデペンデンスが大破した。ニミッツ提督は日本が不沈空母として太平洋の島々に置いた航空基地を徹底的に叩く必要があるとし、12月5日、米空母部隊によるマーシャル諸島への空爆が開始された。攻撃はルオット基地のあるクエゼリン島周辺に向けられた。新鋭戦闘機 F-6F ヘルキャットの大群に対し、迎撃に飛び立ったゼロ戦27機とトラック島基地のゼロ戦隊26機が
激烈な空中戦を展開した。米空母部隊に対する攻撃は夜間に行われた。この第1波はマロエラップから陸攻9機が発進、第2波はドゥオットから8機の陸攻が出撃して次々と魚雷を発射した。空母レキシントンの艦尾に一発命中。ポーノール少将は全空母部隊をマーシャル諸島から引き上げてハワイに寄港させた。米空母部隊に対する12月5日の昼夜3時にわたる攻撃はマーシャル諸島沖航空戦と名付けられた。昭和19年2月5日、米軍はナムル・クエゼリン本島を占領した。マーシャルの中心部に前進拠点を確保した米空母部隊は2月17日、日本連合艦隊の重要拠点であるトラック基地に大空襲をかけた。8隻を中心としたミッチャー中将の第58機動部隊775隻の艦艇と上陸部隊6万6000という大部隊がサイパンの沖を埋め尽くした。6月11日猛烈な艦砲射撃が開始され、15日早朝第一目標であるサイパン島西海岸に上陸部隊が殺到した。日本軍守備隊は海軍の中部太平洋方面艦隊南雲中将旗下の特別陸戦隊など6160人と陸軍部隊等を合わせた約3万1000名の陸海混成部隊で防御態勢を取っていた。海兵8個大隊を第一波としてサイパン島西岸に上陸部隊が突入してきた。これに対し日本軍守備隊は頑強な抵抗を展開して上陸部隊を砂浜に釘付けにした。2万5000人の島民を巻き込んでのサイパン攻防戦は熾烈を極めた。7月5日、あの真珠湾攻撃で勝利者となった南雲司令長官と斉藤師団長は、残存の全将兵に7日早朝を期して最後の玉砕攻撃を行うと通達し、翌6日、2人の指揮官は負傷した将兵たちと共に自決した。7月12日、1ヶ月にわたった攻防戦が終わった。米軍の死傷者約1万4000名余り、3万1000余りの日本軍は捕らえられた兵少数を除き全員戦死し、さらに1万人余りの民間人が戦火に倒れたのであった。第一機動艦隊司令長官小沢中将は艦隊決戦を求めてフィリピンのギマラスを出航。6月18日にサイパン海域に達した。小沢長官が考案したアウトレンジ戦法という遠距離先制攻撃の作戦が翌19日開始された。午前7時30分第一次攻撃隊241機がミッチャーの第58機動部隊に向かった。しかしミッチャーは450機の戦闘機を発進させ日本軍機の到来を待っていた。ヘルキャットに搭載した VT 新艦装置の広角砲弾の威力によって日本は193機を失った。その上空母昇格が敵潜水艦キャバラの魚雷攻撃を受けて沈没。機関大砲も魚雷の命中で大爆発を起こし100機ほどの飛行機とともに沈没していった。日本が1年かけて作り上げた母艦部隊は2日間の戦いで壊滅したのであった。
昭和19年7月28日、ルーズベルトはハワイでニミッツ提督とマッカーサー長官を交えた太平洋会議を開いた。アメリカの対日侵攻作戦は第二段階に入った。ニューギニア、ビスマルク、ソロモン諸島を攻略してきたマッカーサーは、さらにセレベス、ジャワ、ボルネオ、そしてフィリピンから日本本土へと向かう。一方のニミッツ部隊はギルバート、マーシャル、マリアナ諸島を制圧。次はパラオを経てフィリピンを目指した。日本は開戦前から石油関係技術者を徴用し、石油部隊を編成していた。海軍には1800人を超えた技術者が採用され、ボルネオやスマトラなどの製油所や油田の復旧に当たったのである。日本は莫大な資源を手に入れていたが、18年後半以降、連合軍の攻撃により本土への輸送は激減したのである。本土空襲地下死と見た政府は、国民学校初等科の児童を強制的に疎開させることにした。東京、大阪など13都市に住む少年たちは、山村の旅館や寺院などで集団生活を送った。連合艦隊司令部は、連合軍反撃の最大目標であるフィリピンを死守するために、レイテ島沖で敵主力艦隊を迎え撃つ小1号作戦を発動した。小沢中将の率いる機動部隊第3艦隊がルソン島東方海上でアメリカ最強のハルゼー機動部隊をおびき出し、戦艦ヤマト、武蔵、長門を主力とした栗田中将の第一遊撃部隊が敵艦隊を撃滅する作戦を開始した。10月22日、ボルネオ島西岸のブルネイ湾から栗田戦艦部隊が出発。24日朝、ミンドロ島南を回った栗田艦隊は予定通りシブヤン海に入った。午前10時26分、ハルゼーの攻撃隊がヤマト、武蔵、長門、妙高の戦艦群に集中攻撃をかけてきた。第一次攻撃によって3発の直撃弾を受けた武蔵はまだかすり傷程度のものであった。しかし第2次に続き、午後1時50分、第3次攻撃隊が猛攻撃を開始。武蔵に対し250キロ爆弾2発、魚雷3発を命中させ、とどめを刺した。259機の攻撃隊により、5時間半の戦闘で世界最大の巨艦武蔵が今、ルソン島南、シブヤン海に沈んでいった。太平洋戦争は消耗戦となった。敵も味方も航空機の生産に拍車をかけていた。生産力の差が勝敗の鍵となる。政府は8月に学徒勤労令を交付。中学校高学年以上の男女学生生徒が動員され、兵器の増産に全力を投入した。マッカーサーのレイテ島攻略部隊、総兵力174,000。10月17日、台風の中を突破しレイテ湾に侵入。20日には15万の大部隊がレイテ島北部の海岸線に上陸した。アイシャルリターンと言い残し退却していったマッカーサーが帰ってきた。日本の守備隊第16師団1万500名は米軍の猛攻撃により、戦闘5日目の24日には師団将兵の 70% 近くを失っていた。太平洋における日米海戦の最大のクライマックスとなるレイテ沖決戦は10月25日、マバラカット基地から赤隊を隊長とする第一神風特別攻撃隊四季島隊の出撃に始まった。特攻攻撃を決断した一高官司令長官大西中将は、引き続き大和、朝日、山桜、菊水の4部隊を各基地から発進させた。
四季島隊の特攻作戦で空母セントロを撃沈、カリニンベイが炎上大破した。この大戦果に日本は次々と特攻隊を編成し、レイテ沖に送り込んだのであった。レイテ沖海戦は日米両軍が総力を挙げて戦った、まさしく天王山であった。午前7時13分、ついに機動部隊同士が激突した。春勢の第38機動部隊の第1次攻撃隊180機が小沢艦隊の空母軍に殺到した。特攻機による体当たり戦法はアメリカ海上部隊にとって重大な脅威となった。乗組員たちにとっては恐怖そのものであった。特攻、この日本軍の型破りの戦法をアメリカはスーサイドアタックと名付けた。この海戦でアメリカは3隻の空母と3隻の駆逐艦を失った。これに対し日本は機関随格をはじめ千歳、千代田、瑞宝の4空母と従順6、軽順3、駆逐艦8、戦艦武蔵を含む30隻が沈没したのであった。アメリカは6月にマリアナ諸島を手に入れると、サイパン島に超大型爆撃機 B-29 の基地としてイスレイ飛行場を建設した。続いてテニアンとグアムにもそれぞれ2つ目の飛行場を作り始めていたのである。マリアナ諸島から発進すれば日本の全域を B-29 の攻撃圏内に入れることができる。この日サイパンから東京上空へと発進した B-29 は111機の大編隊であった。硫黄島攻防戦は2月16日から始まった。米支援部隊の猛烈な艦砲射撃の後、19日午前8時上陸開始。3時間で1万人が上陸した。その直後、栗林中将の陸軍1万5500名と10少将の海軍陸戦隊など3700名による猛反撃が始まった。日没までに3万人が上陸したが、米海兵隊の戦死者は2400人を超えた。1ヶ月にわたる硫黄島の死闘は終わった。3月27日、栗林中将は参謀長たちと自決した。日本軍総数2万933人、うち生き残った者は1033人であった。硫黄島は東京サイパン間の中間にある。ここからだと日本本土は P-51 ムスタング戦闘機の行動圏に入る。よって B-29 編隊の戦闘機による護衛が可能となる。
もう一つ、日本本土上空で高射砲を被弾し傷ついた B-29 はサイパンまでは航行できないが、硫黄島までなら何とかたどり着ける。このことによって多くの搭乗員の命を救うことができる。ニミッツの飛び石作戦は大きく日本に近づいた。硫黄島攻略が最終段階に近くなると、ニミッツ提督は沖縄作戦に着手した。連合軍は沖縄作戦にオペレーションアイスバーグ、氷山作戦という名称をつけた。米司令部はこう考えていた。広い島内の地下壕には日本軍の大部隊が配置されている。そして何よりも九州各地と台湾方面の航空隊の行動範囲内にある。よって沖縄攻略は相当の犠牲を覚悟しなければならない。3月下旬になると、ミッチャー中将の58機動部隊は沖縄本島を無力化するために約3000回に及ぶ空襲と砲弾5000トンを撃ちまくる大艦砲射撃を行った。そしてオペレーションアイスバーグの X で4月1日は目前に迫った。アメリカが飛び石作戦の最終段階として計画したのが沖縄攻略作戦であった。日本本土上陸を実行するためには沖縄を手に入れる必要があった。4月1日早朝、米軍は沖縄本島中部の嘉手納北谷海岸に上陸開始した。これを支援するのは米英機動部隊などの艦船1317隻と航空機1727機、上陸部隊総数45万1866人に上った。沖縄戦は本土決戦のための時間稼ぎで玉砕もやむを得ないと見る陸軍に対し、海軍は沖縄決戦を主張した。帝国海軍最後の切り札とした戦艦大和、出撃に先立って有賀艦長は海兵経理学校を卒業したばかりの候補生73人を退艦させ、4月6日午後3時20分大和以下10隻の第二艦隊は山口県徳山沖を出撃した。2月20日、第5航空艦隊が日本海軍の残された最新鋭部隊として編成され、その長官には宇垣中将が任命された。艦隊司令部は九州大隅半島中部の鹿屋基地に置かれた。その後、陸海軍航空兵力が宇垣長官の統一指揮下に入り、陸海一体の天1号作戦と呼ばれる決戦態勢が取られたのであった。4月6日早朝、鹿屋基地から飛び立った偵察機は奄美大島南方に空母6隻を主力とする敵機動部隊を発見した。宇垣長官は12時菊水1号作戦を発動した。約30機が鹿屋から特攻出撃していった。また九州各基地から95機と、さらに台湾からも40機余りの特攻機が前後して加わり、沖縄周辺の海上に在泊していた敵艦艇に突入していったのであった。菊水1号作戦による戦果は、4月6日の空母1、駆逐艦14を含む25隻に損害を与え、1隻を撃沈。4月7日、空母ハンコック、戦艦メリーランド、駆逐艦4隻を破壊。4月11日、空母エンタープライズと戦艦ミズリー、駆逐艦12隻に損害を与えた。4月15日、菊水3号作戦発令。
宇垣長官はこの日の夕刻から16日未明早朝と断続的に九州各基地から特攻部隊を出撃させた。第1次、2次は沖縄の敵飛行場を吸収しそれを破壊した。第3次攻撃の戦闘機52機は沖縄北端で敵戦闘機隊との空中戦となった。また別の部隊は奄美大島と喜界島上空で敵戦闘機隊と交戦。桜花6機を搭載した陸攻隊と艦爆隊は陸軍特攻機とともに沖縄付近の艦船を攻撃した。続いて午後9時、夜間攻撃隊22機は敵機動部隊に対し最後の突入を敢行した。この日九州各基地から出撃した海軍機393機、台湾からは22機が出撃したのである。それらのうち107機が敵艦艇群に突入していった。2日間にわたる特攻部隊の波状攻撃はアメリカ艦隊の兵士たちを地獄に引きずり込んだ。神風攻撃は恐怖としか言いようがなかった。この戦闘でアメリカの損害は駆逐艦1隻が沈没、大型空母イントレピッド、戦艦ミズリーと駆逐艦3を含む6隻が傷ついた。
菊水作戦が度重なるごとに飛行予備将校の戦士は急速にその数を増していった。この1ヶ月にわたる沖縄決戦で宇垣特攻部隊の実動航空機は1406機、そのうち600機はすでに失っていた。アメリカは沖縄本島上陸から1ヶ月を過ぎるとほとんどの日本軍飛行場を占領していた。空母から艦載機が続々と基地に集結された。太平洋艦隊司令長官ニミッツ提督は飛び石作戦の最終地点沖縄の土を踏んだ。だが激戦はまだ続いていた。陸軍司令官牛島中将、海軍司令官太田少将の陸海守備隊7万7000人の3分の1近くが生存している。日本軍の夜襲攻撃は毎晩続いた。3月21日、宇垣中将は九州沖から南下を始めた米機動部隊を攻撃すべく、鹿屋基地の陣雷部隊に対し人間爆弾桜花による特攻の初出撃を命じた。桜花を胴体に抱えた一式陸攻15機と爆走陸攻3機、ゼロ戦55機の部隊が鹿屋から出撃した。だが桜花特攻隊の初出撃は無残にも失敗に終わった。米海軍側の資料には桜花による最初の損害は4月12日の菊水2号作戦で駆逐艦1隻が沈没と記されている。沖縄本島の守備軍は米軍の圧倒的な兵力の前にじりじりと島南部に追い詰められた。5月4日未明、陸軍第32軍は最後の反撃に転ずる決意を表明した。これに並んで宇垣長官は5月4日菊水5号作戦実施を決定した。4日未明、九州の各基地と台湾方面より海軍は陸攻、水星、ゼロ戦、艦爆40機、陸軍は重爆19機を持って沖縄基地物資集積所の爆撃から作戦を開始した。午前7時半から1時間半にわたり戦闘機170機が沖縄白地、奄美大島上空を制圧。8時30分、特攻攻撃を敢行した。宇垣長官は5月27日、第40回海軍記念日を迎え、菊水8号作戦を加令した。しかし、残存する兵力はわずかなものであった。この日、第32軍司令部は首里を落城して摩文仁へ撤退した。日本は崖っぷちに追い詰められていた。6月11日、海軍部隊は最後の総攻撃を開始して全員玉砕し、太田司令官は自決した。陸軍第32軍司令官牛島中将も23日、摩文仁の壕内で滑腐、自ら命を絶った。この時点で沖縄の地上戦は事実上終結した。菊水10号作戦、練習機白菊で編成した白菊隊予備将校たちは6月26日沖縄に飛び立っていった。これで菊水作戦は終末を遂げた。
大日本帝国海軍は太平洋に消えていった。レイテ沖海戦で機動部隊が壊滅し、戦艦ヤマトを主力とした最後の連合艦隊も沖縄の海に沈んでいった。世界の大国を倒し、世界最強の海軍と言われて73年、大日本帝国海軍は全兵力を投じて終末を遂げたのであった。戦争が終わった8月15日、その夕刻、宇垣長官は敗戦の責任を一身に負い、水星艦爆隊11機を率いて四国の基地を出撃、沖縄のアメリカ艦隊に最後の突撃を敢行していった。午後7時24分、この時が帝国海軍終結でもあった。沖縄決戦の前線基地であった鹿屋航空隊、この基地から飛び立っていった若者たちの中には、学徒動員によって海軍飛行予備将校となった者が数多くいた。彼らの多くはいつもと変わらぬ表情で散っていった。彼らにとっては国を守ることが現実であり、それが青春であった。